写真拡大。巨人ゼロの三阪神、25日、東京ドーム。前夜のビッグプレーから一夜明け、虎党の期待はさらに高まっていた。8回一死に、三塁。阪神中野が打席に向かうと、三塁側のスタンドから拍手が降り注ぐ。マウンドには菅野。追い込まれたが、必死にバットを伸ばした。歓声に後押しされた打球が、左中間の人工芝に弾む。一気に2者が生還。天を仰ぐ菅野と対照的に、中野は二塁上で右肩をぐっと握りしめた。春と高橋さんが頑張ってくれていたのでと、好投の高橋を援護する一打。そして自らのミスを取り返す敵地打にもなった。初回無視二塁では送りバント失敗。それでも終わったことなので切り替えてと攻める気持ちを貫いた。前半戦もミスをした翌日に力を発揮。強い気持ちが中野の持ち味だ。レギュラーで出るためには取り返すようなプレーをすることが大事。しかし前半戦はその日に切り替えることはうまくできなかった。ただ試合を重ね心身ともに成長。残り24試合となった今は試合中に気持ちを整理し、貴重な一本を。